ハローございます。トランスジェンダー系動画のマリでございます。よろしくお願いいたします。今回はですね、ホルモン治療が弓道に与えた影響についてお話ししていこうかなと思います。まあ、ちょっとねニッチな話題にはなってしまうんですけれども、まあぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。まあ、過去のね動画でもちょくちょくお話をしてるんですけれども、まあホルモン治療を始めて、まあ、1年が経過したということで、現段階でのまとめとして見ていただけたらなと思います。それでは早速いってみましょう。実はこの動画を撮影する直前にもですね、あのホルモン注射を打っていったところなんですよね。ここに、はい、あとが注射のね、あのテープ貼ってあるんですけれども、現在はホルモン注射を2週間に1回受けに行ってるんですけど、ちょうどねこの日があの2週間目で打ってきました。まあ、大体ペースとしては2週間から3週間に1回打つんですけれども、私の場合は3週間もちょっと期間がね空いてしまうと体がしんどくなってしまうので、2週間に1回注射を打ちに行っています。でこのホルモン注射は毎回ね筋肉注射なんで、ほんまに痛いんですよ。で、あの女性でね子宮頸がんワクチン打ったことがある人だったらわかると思うんですけれども、あれまあまあ痛いですよね。まあそれはね、私も毎回打ってるっていう感じです。でもね、多分子宮頸がんワクチンと、ホルモン注射のホルモン製剤を打つ注射器っていうのが実は針の太さ違うんで、ホルモン注射の方が確かね細くされてたと思うんで、もしかしたら私の方が比較的痛みは抑えられてるのかなと思います。まあ、前置きはこれくらいにして、ホルモン注射して弓道に与えた影響について、まあ、紹介していこうかなと思います。まず弓道に与えた影響ということで、一つ、強い弓が引けなくなった。これはね、あの過去の動画でも何回も紹介してます通り、あの強い弓、弓力が強い弓っていうのが引けなくなったっていうことなんですよね。私がバラバリメンズだった頃は大体ね、直進で23、4キロぐらいで、竹弓でね21キロ引いてたりしてたんですけれども、で今は現在竹弓の松永義は 13.5 キロに変えました。まあ、大体ね10キロダウンぐらいと思っていただけたらいいかなと思います。やっぱりね、その女性化することによって筋肉だったりとかが脂肪に変わっちゃうんですよね。だから強い弓が引けなくなったっていうことなんですよ。そして次2番目、男性用の着付けができなくなった。これはですね、筋肉っていうのが脂肪に変わって丸みを帯びてくるんですよね、体自体が。で腰周り、特にねお尻の部分であったりとか、そういったところのね、脂肪っていうのがついてくるんですよ。だから男性の時はお尻のそのヒップラインっていうのがシュッとしてたのが、女性になってこうふっくらしてきたんで、男性を着付けてやっぱ帯を締める位置って腰いいじゃないですか。だから帯を締めるのもそもそもまず難しいっていうのと、ヒップラインが上がることによって横から見た時シュッてなってたのが、こう出っ張りっていうのが出てくるんで、もう締めらんないんですよね。だから男性の着付けができなくなった。男性の着付けするともうだんだん上に上がってくるんですよ、その帯自体が。だから男性の着付けができなくなったっていうこと、これがまず弓道に与えた影響2つ目です。そして3つ目、丹田を感じにくくなってきたなんですけども、これはね、ちょっと確証ではないんですけれども、その弓を引く機会自体も私は少ないので、なかなか練習頻度が少ないというのもあるんでね、確証的な部分は言えないんですけれども、まあ、丹田をしっかりと決めるとき、胴作りですよね、胴作りを決めるときにやっぱり腰にこうキュッと力を入れるわけなんですけれども、その腰に力を入れる入れ方がよくわからなくなってきたっていうのがあるんですよ。やっぱりその筋肉量ももちろん落ちてるんで、使えるその体の部分っていうのも細部までこう意識がいかないというか、そういった感じでね、ちょっと丹田を探るのがすごく多くなってきたなっていうのを感じてます。そして、4つ目、筋肉が柔らかくなって関節の可動域が広くなった気がする。これもね、ちょっと確証的な部分ではないんですけれども、まあ、筋肉はもちろん柔らかくなってきてるんですよ。見てもらったら分かるんですけど、このね二の腕のところとかでもうプルプルなんですよね。もうメンズバリバリの時ガチガチだったんですけど、もう今プルプルになってきて、まあ、筋肉全体、まあ、体全体の筋肉が柔らかくなっていった。だからね、ちょっとね見てもらうと分かるんですけど、ちょっと肩がね下がってると思うんですよね。これもともと結構ね私上がってたんですよ。これがね柔らかくなってくることによって、ちょっとなで肩っぽくなってきたかなっていう、これは大きな見た目の変化としてあって、で関節の可動域が広くなったっていうのは、結構ねその後ろに手回したりとかもできるようになってきたんですよね。今まではその筋肉と骨でもうがっちりしてた体だったのが、筋肉が柔らかくなることによって可動域が少し広くなったのかなという感じです。これがね、あの弓道にいい影響とか悪い影響とか与えてるのかって言ったら、ちょっとね練習頻度が少ないのでエビデンスは取れてないんですけれども、少し、まあ、日常生活も含めて弓道に
多少なりとも影響があるんじゃないかという部分で挙げさせていただきました。弓道に与えた影響に関してはこの4つになるかなと思います。そして、まあ、ちょっとこれ余談にはなってしまうんですけれども、逆に対して影響がなかったことっていうのがありまして、それはバスト。バストは対して影響がなかったです。まあ胸当ての安心感っていうんですかね、まあ一応そのホルモン治療をしていって、やっぱバストもメンズの絶壁から比べたらあるようになったんですけれども、これに対してはやっぱり胸当てをするんで、そんなに対して影響はなかったかなと思います。で、多分私もこれ以上大きくなることないと思うんですよね。もしあったら公表したなと思ってください。そして、まあ、ちょっとここからはちょっと弓道から離れていってしまうんですけれども、弓道以外の私生活での影響とホルモン治療をしても変化しない部分のまとめっていうのを作ってきました。まず一つ目、ホルモンバランスの変化で感情の起伏がすごく激しくなってきたんですよね。まあもともとちょっと精神病も患っているので、多少なりでも感情の起伏っていうのは激しい方だったんですけれども、ホルモンバランスの影響ですごくそのあたりが顕著になってきたかなって思います。例えばそのホルモン注射を打って、そろそろホルモンの注射を受けに行かないといけない期間になってくると、気分が沈みやすかったりとかしやすいのかなと。そして2つ目、めっちゃ太りやすくなりました。もう食欲が鬼。ホルモン注射打って、もうこれも切れてきた頃ってめちゃめちゃ食欲がねすごくなるんですよ。多分まあ女性で言ったら、まあ、生理前になってきた時に食欲がすごくバーって爆発しちゃうみたいな感じに近いのかもしれないです。そのあたりねちょっと別々に考えないといけないかもしれないですけども、めっちゃ太りやすくなったなっていうのと、だから食生活に対してはめちゃめちゃ気使ってます。まあ野菜中心と、あとその動物性タンパク質を取りすぎないっていうこと。だから私基本的に豆類ばっかりで、豆腐とか納豆とかそういったものを食べれるようにしています。あとはね、そのサプリメント取ったりとかしてビタミンバランス調整したりとか、そういったことも行っています。3つ目、髪が細くなってきた。結構ね、私腰のあるごつい髪質だったんですけども、1年経ってくるにつれて結構ね髪細くなってきたんですよ、ね、これもね、そのホルモン治療で新しい髪が生えてくるじゃないですか。そうするとね、ホルモン治療した後に生えてきた髪ってね細いんですよ。だから結構私ね、あのアホ毛立ちやすいんですよね。新しい髪があのピロンって出てきやすくなってきてて、だからそういった部分で髪が細くなってきたのかなと思います。4つ目、体毛が薄くなってきた。これねちょっとね誤解を招いたらあれなんですけれども、その男性の時に比べてやっぱり女性化していく中でね、体毛っていうのは薄くなるんですけれども、量自体は大して変わんないです。そしてただ伸びるのが遅くなっただけっていう認識です。だからその必然的にその体毛自体は薄くなったのかなと思っています。そして5つ目、これはね結構あるあるなんですけれども、そのもともと男性で女性に変わっていく、体つきが変わっていく中で声は高くなるのかっていうイメージあると思うんですけども、声自体は高くならないです。例えばこれ逆のパターンで、女性が男性化するときは声は低くなるんですよ。では女性ってそもそも喉元気もないし、まあ、声帯自体もしっかりと張ってるので高い声が低くなるっていうのはこれはあるんですよ。ないものがあるようになるのは変わるんですよ。で、あるものをなくすのはできないので、そのあたりね結構混同されやすいんですよね。だからもともと男だったので喉ぼとけがある、ホルモン注射することによってこの喉ぼとけがなくなるのかって言ったらなくならないので、私結構立派にいらっしゃるでしょ。だから声自体は高くならないです。で、この声が高いなって思っていただけているのであれば、それはあの私の努力です。あんまり低くならないように喋っているつもりではあるので、声が高くなったなと思ったらそれは私の努力だと思う。ホルモン治療の影響で高くなったわけではございません。とまあざっとこんな感じになりますかね。弓の弓力に関しては今後練習頻度も増えていけばもう少し強い弓が引けるようになるかもしれないですけれども、現状 13.5kg のこの竹弓でいっぱいいっぱいなので、まだまだ先の話になるのかなと思います。今回の動画は以上になります。それではその他も SNS、Twitter、Instagram、 そして Vlog チャンネルの登録もお忘れなく。 Vlog チャンネルも登録者数がじわじわ伸びてきてまして、たまにね弓道チャンネルで投稿する動画の伏線なんかであったりとか、コラボする人たちとの打ち合わせの様子であったりとか、そういった部分も先行して投稿することがあるので、そちらもお見逃しなく。それでは次の動画でお会いしましょう。この動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。